はい、どうも菊田です、今回はですね、資金かっこお金がない少ない、はない方が副業起業でやってはダメなこととはというね、タイトルで話していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。というのもね、なんでこんな話するかっていうと、まあ意外とね、ネットビジネスとかのマインドセットだとか考え方っていうところで成功法則とかで話している情報を発信している中で、やっぱりね、成功の、ビジネス成功の4原則、儲かるビジネスの4原則っていうね、話とかもね、結構ね多岐に及んでやってると思うんですけど、まあね、なぜこの話をまたこういうタイトルでするかっていうと、すごく大事なことがあって、ただ4原則っていうそういう法則があるんだって本でペラペラ、なるほど、やっぱ成功者の言うことはシンプルで分かりやすいやとかって思って頭に、まあ、表面だけ入れるでしょ。で、話とかセミナーとかで聞いて表面だけ入れるでしょ。まあね、これ中に落とし込んでないのよ。で、もちろん多分今回の話では、ね、その落とし込めないところをちょっともう少し深く掘り下げて、なんでかなっていうところとか、そこの表面だけ聞いても表面だけ理解して中身の具体的な理解っていうのができてない方のために、やっぱね、どうしてこの法則が、優れてて、なおかつ資金がない人の副業起業でやってはダメなことが分かった、本当はやってもいい、これですごいうまくいく、同じことを始めて同じ業種で始めたのに、資金も同じ初期の資金もあんまり変わらないのに同じことを始めたのに、あの人はすごく伸びて、あの人は全然その状態を継続するか、それか倒産するか、潰れたとかっての流れが違ってくるのかって、このここがね、その4原則の最初のスタート時点の理解度が深ければ深いほど、うまくいくよ、いく可能性が圧倒的に上がっていくんですよ。それを今回すっごい喋りたくて まあなんでこの話するかっていうと、そもそもね、そういう相談があったんですよ、またね、さあ行きましょう。まあなぜかっていうと、まあ僕自身もバーで、インターネットを使ったビジネスを、なんていうかな、やった時が、本格的にやり始めたのが2012か13の、境目ぐらいだったんですよ。で、もうそこからいろいろ学んでから実践その行動をして、1ヶ月目で100万超えして、半年後には2800万、月収で2800万ぐらいすごく大きく稼げる時があって、うおーとかなって、まあ、それからもう今この動画撮ってるのは2009年か、もう7年ぐらいやってるのかな、もうずっと継続的に稼がせていただいて、もちろん波はありますよ。ああ、今年は売り上げ下がったな、今年は5億いったな、今年は3000万ぐらいで落ち着いたなだとか、まあいろいろ波はありますけど、まあまあまあ、僕自身がそんなに派手な生活してないんで、まあそれを楽しみながらやってますけど、まあそれでもね、そうやって上がり下がりがあるものが商売なんで、何でもね、何事もそうですよ。で、余計ね、この話を余計今やったらしやすいかなと。で、ネットビジネスそうやってする前の2年半前かに、僕は店舗型ビジネスを主にこうやってたんですよ。で、その時やってたのが最初バーだったんですね。大文字か。なんでバー選んだかっていうと、まあ、それまで飲食店とかそのサービス店舗だとかいろんなところもバイトだとかで、契約だとかアルバイトだとか、まあ、社員で入ったりだとか、まあ、いろいろね、こう役員になったりだとかってしてたんですけど、いろんなことやって、もう周りから見ればフラフラ、いろんな職コロコロ変えてみたいな感じで、まあ年寄りから言われせれば、なんだあいつは何やってんだ、あの子は落ち着かんなみたいな感じで思われてた時期があったんですけど、まあそのおかげでね、人脈だとかいろんな業種で体験させていただいた中で、体験した中で一番自分が一人でできて、確実に回せんなって確信できたのが、まあバーだったんですよ。なぜかっていうと、店舗ビジネス、特にね、初心者の方とかお金ない方でもね、やっぱ飲食店やりたがる人って結構いるんですよ。やりたがるというか、それだけしか多分選択肢がないっていうのがあると思うんですよ。頭のその経験治療、リテラシー量からしたらね。まあ、バカにしてるわけじゃないですよ。当時自分がそうだったんで、僕がそうだったんで、飲食店とかマジやばいよ。本当にあれで成功してる人だって俺すっげえと思う。1店舗でも本当に3年5年とか続けてやってる僕の後輩とかもいるんですけど、すげえなって思うんですよ。本当に情熱ないとあの業界無理ですから。まあそういったね、特に初期費用がかかる店舗ビジネス、個人でやろうと思ったらね、大きいビッグビジネスはなかなか一人で何も知らない状態ではできないんで、なかなかね、よっぽどコネクションがないと。
まあ店舗ビジネスね。でまあいろんな食べ物屋さんとかありますよ、サービス店舗もありますよ、ね、中華不動産なんかも店舗構えたりしますよね、そんな中でまあ僕はまあバーを選んだんですけど、これはなぜかというとお酒ですし、うん、吐かす量、ラーニング、基本的なラーニングコストが、かからないからっていうの でさらに原価率も結構その食べ物屋の中でははっきり言って高いわけですよ。例えばねロックグラスあるでしょ、ロック、まあなんか、焼酎のロックだとか、こう氷でかさ増ししてさ、まあ氷だとまあちょっとグラスの上まで入れるんですけど、それでからまあ注ぐとこの氷が一瞬で溶けてガランとここまで来るんですけど、うん、そしたらまあかさ増しにも見えるわけですよ。でまあロックで飲んで一杯がね、一杯が焼酎とかやったらすごく安くて32円から、うん、まあ40円41円40、高くても45円ぐらいですよ、一般的に皆さんが飲んでるようなものっていうのは。でこれで大体ね600円とかね、居酒屋さんやったら500円だとか、バーとかやったらね、まあこれをねもうグラスとかね氷とかちょっと調整してからいいの使ったりとかして、まあ800円とか1000円とかで飲むわけですよね。原価から考えたら結構利益率あるでしょ。例えば32円とかやったらもう どれだけ 利益率あるんですかっていう感じで、これをまあ年間、月でいうと何本や、どれぐらいの吐かすんだって言ったら、まあ小さなバーでも、まあ僕小さいバーから始めたんですけど、カウンターだけの9人か10人に座れるような、9席あるカウンターのところから始めたんですけど、そこなんかで言ったら何ぼだ、1日の売り上げ平均が、3万8000円かで、多い時が40万とかいったりする、40万から60万か。イベントだとかね、例えばまあスタッフにやらせてたりとかやったら3万から5万ぐらいおうろちょうして1日の売り上げがね。で僕がお客さん出てきた時はまあ40万60万という1日で売り上げ上がったりとかするんですけど、まあそんなんでやるわけですよ、うん、まあ運営としてはね。ただね何よりもね、こういうバーとかもそうですけど、美容師さんとかもすごいでしょ。なんか美容室のその機械のセットとかえらい金額しますよね。で飲食店なんかもバカにしちゃいけませんよ。働いてこれいくらですかって、調べたことない人ってマジびっくりすると思うんですけど、業務用冷蔵庫だとか、業務用のエアコンだとかって、もう一般の家庭のお前らどんだけぼったくりやねんっていうぐらいにめちゃくちゃ費用がかかるわけですよ。冷蔵庫なんかもちょっといいの買おうと思ったらね、3、40万のもので払ったらもうペヨッとあるでしょ、家庭のものだったら。じゃないんですよ、もう業務用冷蔵庫、このカウンターのやつとこのカチャンって開けるやつでアイスがついてるようなやつとかもありますけど、あんなんで2、300万、4、5万、ええやつだったら 4,500 万いったりしますからね。もうめちゃくちゃまあ高いわけですよね。そういったもので初期費用ってめちゃくちゃかかるわけですよ、うん。だから成功の4原則って言ったら4つあるわけですよね、成功法則っていうのは。まあ最初に言ったこの初期費用ね、初期費用ね。で2つ目がそれさっき言った吐かすだとかね、食べ物だとか1日で持たなく、野菜だとかもね、新鮮鮮度が、まあ、落ちたりしますんで、まあ肉なんかでやったら言うてもいい肉って言っても凍らせて、瞬間冷凍とかする維持コスト、まあ、ありますし、それでももうダメになるものってありますんで、吐かす量って捨てる量って半端じゃないんですよ、生ゴミの量がね。もうそれとかのラーニングコストで一人で回せない、例えば初期費用かけすぎてでっかいそのなんていうかテナントにいきなりしちゃって、もうお金もないのにすごい借金とかね、そローンとか組んでさ、私だったらまた俺だったらできるみたいな感じでやって、でも店舗がでかすぎるから一人でそれ回してたらおかしい話って、人件費もね、人件費も半端ないんでね、ランニングコストね、もうそういったね、継続的なその消費ね、コストがかかっちゃうってやつと、あとね食べ物屋でもバラバラなんですけど、ラーメン屋とね、ラーメン屋少ないあと、あれか、焼肉屋と、どこかな、どれが良かったかな、まあ、フレンチはちょっと原価高かったな、うん。まあお酒なんかは特にね、もう基本的にもう
お酒で取っていくっていう利益を取っていくっていうもんなんで、もう居酒屋なんかはね、まあそういったねその原価率っていうのがあるんで、それから取れる利益をね計算して、まあ利益が高いもの、利益が高いものね、まあ利率が高い、うん、で何より、課金ね、課金と決済か、決済安定決済っていうか、まあ、安心決済か、もう決済に関しては何かっていうと、まあ、継続課金だとか、例えば、まあ、付けとかありますよね。例えば高額の決済をやるとき、例えば2年とか3年の、ローンとか、リース契約なんかをしたときに、まあ、携帯会社とかもそうですよね。あれ携帯会社の代わりに誰が払、あの自分らがローンで分割であれ払ってるんですかっていうと、そうじゃなくてその、代わりに一括であの携帯会社さんの方には利益 として計上した後に、その契約した消費者さんから分割で、利息ちょっとプラスで回収していくだとかの、ものがあるわけですよね、うん、だから商売やる方からしたら、分割でその人の来月から2000円払いってなっても、何年か契約とかだったら何十万っていう契約で一人から決済取ってるわけですよ。で会社の方にはその金額が入るっていう、ものですよね。食べ物屋とかでもそうですし、何かねその、アプリのサービスだとかってなった時に、一括でももちろん買えるんですよけど、分割だったら、一括だったら56万かかります、56万か、一括ちょっとしんどいな、クレジットとかの限界数もちょっと俺少ねえしみたいな人らが、じゃあ月額だったら2800円ありますよ、月2800円で56万でかかるようなやつを2800円で利用できんの、3200円で利用できんの、5100円で利用できんの、うん、それやったらまあちょっと考えるか、それやったら行こうかみたいな感じで、結局3、4年、5年、使っていくと50何万より全然高い金額を払ってるっていうね、あ途中で一括に変えたらよかった、一括で払ってたらよかったなだとか、利用価値が高いものだったらねとかって、そういうものとかもいろいろあるわけですよね。まあそういう決済が整っているものとか、システムをちゃんと作る、あの用意るサービス用意るとかもそうなんですけど、この4つですよ、うん、まああの取りこぼしがないってやつですね。で、店舗ビジネス、まあ初心者、本当にね、ビジネス初心者がよくやるのがこの店舗ビジネスなんです。そこには飲食店とかってすごいやりやすいんですけど、あの思いつきやすいか、まあ普段から飲食中で触れてるところなんで、どうしてもねそこら辺目がいきがちなんですけど、まああのいろんな事業とか体験したりだとか、いろんなところをこう旅したりだとか、先見広めると、いろんなビジネスアイディアっていうものが生まれてくるんですけど、知識教養があったらね、まあ普段は学校とかそのね、あの大人になってからでもずっと学ぶものじゃないんで、そういったところの学びに行ったりだとか、そういう本を読んでる方だとか、そういうセミナーだとか、塾だとかでいろいろ学んでる人だったらそこら辺はないんですけど、そうじゃない方は結構そういう店舗ビジネスの、特に飲食店になりやすいと。でそういう人で、まあ、成功する人と成功しない人の違いだとか、すぐ潰れちゃう人、どんどん上がっていく人の違い、この4つ守ってるかどうかってことなんですけど、じゃあね、よくありがちな、素人がやりがちな、ものは、店舗ビジネスやった時に、まあ、外装費、さっき言った、まあ、飲食店だとかも、なんかこう機材がいるようなところなんかでも、まあ、買いますよね。それに必要な費用っていうのを、まあ、ローンとか借り入れとかするわけですよ。もう資本がないんだから。ね。で、そうしたらどうするかっていうと、まあそこを節約するというか、コストパフォーマンスを抑えるかって、そうじゃないんだよね。その店舗ビジネスってやりたい人って、大体が儲けるか儲けないかっていうのは、基本儲けないんですよ、ぶっちゃけ。そんなに大きく儲けないんですよ。店舗ビジネスで儲けようと思ったら、本当にキャパシティでっかくするか、ある程度ブランド会社にするか、ブランド会社のその何て言うかな、FC みたいな、コンビニオーナー、仮店舗オーナー、仮店舗店長みたいな、雇われ店長みたいな、感じですよ。そういう大きなブランドのところの、もうその傘下に入るかみたいなところか、もしくは一人でやるんだったら、もう数店舗構えてどんどんキャパシティを広げていって、そこから利潤を取っていくっていうシステムプログラムじゃないと結構厳しい、うん、
でもそれでもやりたいっていう人は好きなんですよ、そういうものがね。好きな人っていいんですよ、全然いいんですけど、情熱もあってすごくいいことなんですよ。いいんですけど、ここで踏みとどまなくちゃいけないことがあって、なぜかっていう、何かっていうと、内装も完璧に、外も外も見栄えも完璧にっていろいろやってたら、めちゃくちゃマイナスからスタートなんですよ。そのマイナスを引き上げて引き上げてするのに何年かかんのって話で、で最初のオープンだとか出来上がった時の広告費かけたりだとかってある時はまだいいんですけど、それでまだ採算が取れない場合、しかも初めてやる方、初心者で一から自分が最初に企業でオーナーで初めて経験し、いろんなことが全部初めてです、いろんなそういうところが勤めてましたっつったって、結局マネジメントだとか人雇ってもマネジメントやそこまで勉強したかって知ってないだろうし、経営学も勉強したらマーケティングちゃんと学んだかって言ったらそこまでやってきてないだろうし、実績もやってきてないだろうから、まあ全て本当初めてになるんですよ。その業務の流れとかもね、もう向こう勤めてた時はその会社の、回し方っていうのはもう会社が決めてることがあったんですけど、自分が今度それ全部決めていかなくちゃいけないんで、自分のその店舗だとか可能キャパシティに応じてね、それを考えていく、考案していくっていうのはすごく大変なんですよ。それを最初からもう完成形が欲しいっていう完璧主義、完成形、完成形の店が欲しいみたいな感じでもう作っちゃうんですよ。で これ以上ね、もう資金もないし回らないし、はっきり言ってこの完成形で、まあ、作ったはいいけどどん底マイナススタートなんですよね。マイナススタート、これだとね全然進まないんですよ。上がっていかないの。他の店舗にこう店舗展開、事業展開したり、したりだとか、あとはさらにリノベーション加えて、おしゃれにしていったり作っていったりとかができないんですよ、あまりね、他の事業投資とかやったりもできないわけですよ。身動き取れないんです、このマイナスがでかすぎて。そうじゃなくて、例えば僕がやった時にはバーなんかは基本的に居抜き物件で、もともとそういう系のものをやってたテナントに入って、もう全部揃えてる状態、あとはちょっともうみんなで、スタッフだとかでもいいし、自分だけで一人でもこうね、掃除しに行ったりだとか、安いカビ紙でもいいから、ちょっとこれいいかもと思いながらこう自分で貼ったりだとか、段ボールとかそのなんかこう在庫を入れた段ボールだとかを捨てずになんかちょっと積み重ねておいて、酒どうのこうのって結構仕入れてるやんって、もうなんか在庫がいろいろもう集まってんだなみたいな感じで、こう在庫だとか契約だとかいろんなこうなんていうかなものが あるんで、おいろいろ人も来てんだみたいな感じでイメージが取れるように、ほとんどお金かけずにやったんですね。で利益は売り上げはバンバン出すから、まあ利益はバンバン取れてって、全然もう店舗がどんどん増えていって、2年半で11店舗ぐらいになったんですけど、そうやって伸びる人と伸びない人、本当に何年もやってるのに1店舗もまま1店舗のままか2店舗2店いや頑張って最近2店舗建てましたみたいな感じの人の違いってここなのよ。教養が悪くないからね。で大体完成形でやっちゃうっていう、まあ地域だとかその地方だとかによって人の流れによってもまた違いますし、単価の流れによっても違いますし、その人のコンセプトによっても違うんですけど、例えば店舗型やるとかそういうやるときに、もう好きでこの商売でこういう人は OK、 一生ここだけでやる、言うたらそこが潰れたら自分ももう終わらせるっていうぐらいの覚悟でやってる人やったら全然 OK、 そういう人はね、もう広げるつもりもないし、自分がもうダメになった、お釈迦になった、店舗がダメになったら自分もお釈迦になる覚悟でやってんだから、それは決めて自分がそれを望んでやってるんだったら OK なのよ。でもそうじゃないでしょ、普段はもうちょっと展開していきたい、裕福な家計作りたいだとかって、地元貢献したいだとか、資金ができた友達らの支援とかもしたいだとか、地域貢献とかしたい、もっといい暮らししたいだとか、それが完成したらなんか人に渡したいだとか、育てた人に渡して自分は違うところのこういう生活を楽しみたいだとか、いろいろな構想があるわけですよ。で、まあ、そうやって事業だとか会社もそうなんですけど、会社なんかも事業なんかもそうなんですけど、ゴールってのがあるんですよ。まあ、ここに出口って書いてますけど、
で会社とか事業の出口っていうのはゴールっていうのはもう上場するか継承するか譲渡するか撤退するかの4つなんですよね。4つ、うん、上場はわかるでしょ。なんかもう、規模を大きくするか、っていう横に展開させて広げていくかだとか、で継承ってのはわかるでしょ。誰かに継がせる、渡すっていうね、誰かに継がせるっていう。で譲渡っていうのは、撤退売却か、上場継承、上場継承撤退売却だ、うん、それが価値があるものだったら、まあ、他のところに欲しいって言われたら、まあ、それ売るね、売って価値にする。例えばあなたが例えば YouTube、 この YouTube でアップしますので、 YouTube の会社のアプリを作りました、そういう会社を作りました、おで Google さんっていうところが、おそのアプリ欲しいね、いいね、そういうの欲しいわ、本当っすか、じゃあもうこの会社も結構ユーザー層も増えて、大きくなったんで、でももうこれぐらいでいいんで、そっち渡します、売りますっつって、最初は何も価値もなかったと思うんですけど、すごい価値のあるその会社だとか、事業体になったから、まあそれを買いたいっていうね、もっと大きな企業さんが欲しいと、まあ、M&A とかもそうですよね、うん、で売るか、あとはまあそのまま撤退するか、自分がお釈迦になったら、まあもうこの会社も店も終わりなんで、まあ、その店舗でそういう流れでやるっていう人、まあ、この4つなんですよ、ゴールって、ね、それぞれ違うと思うんですけど、まあ、事業やるんだったら結局この4つで考えるゴールはね、うん、でこの一生ここだけでやるっていうのはもともと撤退する、うん、目的でやってるんで、もう私ここで骨沈めるわ、俺ここで、骨埋めるわっていうタイプね。でも基本そうじゃないでしょ、まあ、あれだったらこう自分が使わなくなったら誰かに渡したりだとか、作って再利用してもらったりだとかっていうのをやっぱ考えたいよね。で上がっていくんだったら、どんどん業績上がっていくんだったら、雇用も増やしていろいろこう上場していったりだとか、店舗数増やして業界制やグループ化にしたいよねだとか、いろいろみんな構想あると思うんですよ。でその時にこの撤退とか一生ここで骨埋めるっていうやつじゃなかったら、今回のこの初期費用、ランニングコスト、利益率が高い決済っていうのは、決済を導入させていくだとかっていうのはめちゃくちゃ大事になって、ここでこのあと進むか上がるか下がるかっていうのが、この4原則っていうのは撤退以外のこの他の3つの選択肢を成熟させるために必須なんですよ。うわ今噛んでもうたかな、必須、必須、必須どっちやろ、必須だ、必須なんですよ、うん、で特に資金がない時ではそう、ただある程度資金があって余裕があって、例えば税金対策だとか、まあ、いろんな構想がある中でこういう店舗だとか、その新サービス作っていて新規事業を立ち上げるって言った時は、まあ、ある程度本当に大きなお金持ってる人よ、資金がある人は、まあ、そういうのでいろいろテストしてみたりするんですけど、それでも事業をやもう大きい事業とかいろんな事業やってて資金が多い人でもこれ守りますからね。我々なんかこうなんていうかな、こういう事業のやつで支援欲しいんですけどって連絡来たりもするんです。相談だとかもそうですし、資金援助してくださいとかもある、まあ、いろんな会社の社長さんあると思うんですけど、それでもね、相手の事業プラン聞いて、それコストかかりすぎじゃない、もうちょっと小さいコストから利益ちゃんと出せる確認とか実績とか出して、それからこれが出るな売れるなって確信して、今事業体回してるうちでこれぐらいの規模で今増やしても今できるよっていう状態が取れてから、一気に売上を爆発させる、利益を爆発させるっていうのが基本的に我々経営者も、企業家、コンサルタントも全部それを提案するんですけど、それも経験してるからね、経験してるからこの提案でっていうのは確実っていうのがあって、ちゃんとそのリサーチとかも徹底してやったりだとか、使えるもの、それ中古やけど、それ捨てるんやったらそれくださいだとか、もうなんていうかな、 TOKIO のなんかゼロ円食堂みたいな、あれで あれぐらいの料理作れて提供できてみんなで楽しめたら最高じゃんみたいな。でもこういうことってすごく大事なのよ、意外と。いやケチって言われるかもしれないですけど、そっちの方が後々提供が素晴らしい提供ができるようになるから。なぜかっていうと、もうどん底マイナスからスタートしなくていいから。逆に言うと、ラーニングコスト下げて初期費用をするときに、初期費用を少なくしてやるって
いざ何回か挑戦してるうちに、まあどれも失敗で終わった、あまりこう利益出なかったっていうと撤退もしやすいし、チャレンジ回数も何回でもできるっていうのはすごいメリットなのよね。まあそういう面でもこの4原則整えてるって言ったら、インターネットビジネスの中でも、まあ例えばまあアフィリエイトがすごくいいよね。0円だからあれ、うん、0円でできるからね。うん、まあ今時はね、まあ僕は言ってるのはこういう知識情報っていうのは必ず学んで、その学び、自己投資、自己知識投資、学習投資っていうのは必ず自分の中でちゃんと、それはお金は払った方がいいけど、あのこれそれの価値あるよね。なぜかというと、こんなこと喋るのって自分がどれぐらい、あのこういう僕なんかもそうですし、他の経営者さんから聞いても分かると思いますけど、あのそれだけやっぱ失敗してきとるから、うん、でもちろんそれ失敗したいと思ってやってもいいと思うよ、いいと思うのよ全然。でもね、できるだけ失敗するにも何回でも失敗できる方がいいじゃん、いろいろ何回もチャレンジできる方がいいじゃん。最初からもう一発勝負みたいな、こんなもう大博打よね、あの博打経験もないルールも知らないようなやつがいきなり大博打で全掛けしてますみたいな、こんなアホなことないでしょ、うん、これもう白黒どっちが半か長かだけでも全額もう俺人生かけるで、まあ、これで 骨埋める覚悟があるんやったらいいけど、そうじゃないで、いろいろやっぱ成功するためにやってる、うまくいくためにやってるんだったら、やっぱりこうね PDCA だとか、もう本当にサイクルなんかを回して、やった方がいい。で成功してる社長さんもみんなそうなんですけど、同じ業種モデルでもそうなんですけど、どんな業種でもそうなんですけど、本当に10回やって1回成功すれば、その1回でその10回分の失敗全部チャラになるから、事業ってサラリーマンとかの給料とかじゃないから、もうあの事業って成功、1回成功すると、例えば5年10年、もうずっと赤字でなんかいやチャレンジしても全部もうあの赤で終わってるわ、なかなかもう貯金とかもさ、働きだやってるところのもう資金も尽きてきたな、あやめちゃおうかな、でももう1回だけ挑戦しないなって、10回目の正直やと思って10回目で、10年間でもう6000万7000万消費しました、3000万消費してきました、あ全部あの不発に終わったってやつが、それはいきなり1億2億3億ってなるんですからね。でトータル合わせたらもう結局言うと何十億何百億っていう利益が生まれて、売り上げが生まれて、そこからいろいろ分散できて、いろんなものがこう回収できたりとかするのがまあ、ビジネスなんでね、うん、で特に副業でね、まあ、あの副業からそれぞれ始めようということは、ね、特にこれを自分の中の、やりたいモデルとかも淘汰じゃないわ、整理して、うん、この会のねこの4原則も含めたこういうね、最初から大爆死するんじゃなくて、必ずサイクルを何度でも回せるチャンスを多く取っていける状態で、運営することをおすすめします。まあ本当に資金がない人はそういうところはね、今資金がなくてもできることってたくさんあるので、いろいろ学びとかね、学習して取り組んでみてはいかがでしょうか。はい、すごくもうダラダラと長いかもしれませんけど、すごく大事なことなんで、もうできるだけもう僕が関わる人は皆さん全員成功させたいというか、うまく活かしたいので、この動画撮らせていただきました。はい、以上です。この動画が良かった方は高評価、チャンネル登録してない方はしていただければすごく嬉しいです。またね、いろんな更新だとかね、その意見とか取り入れたりコメントだとかダイレクトメッセージだとかいただければ、それを参考にして、まあ、限定公開の動画か個別に動画を送るか文章、メールでお返しするか、いろいろすると思いますけれども、ぜひね参考にして僕を活用していただければありがたいです。以上、キックダでした。じゃあね。